文ルシンは、韓国系のアメリカ人宗教家。世界キリスト教統一神霊教会の、教祖文宣名と、ハン・ツルコの七男。統一教会の文宣名と、ハン・ツルコは14人の子供を持ったが、息子の中では末っ子である。授業など様々な面に携わる、他の兄弟とは異なり、父親の後を引き継ぎ、唯一神徒を指導する巻獣者として活動してきた。 ハーバード大学で哲学と進学を学ぶとされていたが後に学歴詐称が発覚。在学していたと自称していた学生時代には仏教に傾倒し髪を剃り創服を着用していた。超宗教的な活動にも積極的でチベット仏教の最高指導者ダライラマ、韓国最大の仏教宗派、創敬宗の前総務委員長である法蔵など面会している。 18歳で結婚し、5人の子供がいる。2008年4月、統一協会の公式発表により、宗教分野の後継者とされた。文鮮明の死後、統一協会とは、活動を別にした。AR-15AR-15 AR を、重要視する、ロッド・オブ・アイア・ミニストリーズを率いていることで知られ、2021年、アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件にも、 参加した、ありがとうございます。